貨幣デジタル通貨暗号通貨 XRPXRP は分散台帳技術 XRP レジャーで管理される暗号通貨であり XRP レジャーのネイティブ暗号資産である XRP はリップル社の送金ネットワークで実用化され XRP を指してリップルと相性で呼ばれることも多い XRP の取引の記録は台帳である XRP レジャーに保存され暗号技術によって保護されている。XRP レジャーのデータはユーザーで構成される信頼のネットワークで分散管理され高速な送金速度と改ざん体制を両立しており国際送金や貿易取引における即時決済の実現に向けて開発が進んでいる。XRP は企業、個人、 期間によって取引され、米ドルを含む50種以上の法定通貨ペアの市場が世界に約400存在し、XRP の価格は市場取引によって決まる相場変動性となっている。各国の規制に準拠した交換業者に登録することで、誰でも法定通貨と XRP を交換することができ、他の金融資産と同様に投資することもできる。 日本では金融庁の審査、認可を受けた登録制の暗号資産交換業者のみが XRP を販売しており、個人は本人認証と共に口座を開設して XRP を購入できる。2018年5月にリップルに対して集団訴訟が起こされた。提訴側はリップルは XRP トークンの未登録販売を通じて数億ドルを調達するスキームを主導した。 数十億ドルのコインを何もないところから作成し、基本的に終わりのないイニシャルコインの提供で一般に販売することで利益を得た。と主張している。デイビッツアンサー。2019年12月9日閲覧。AB、ミニバリデータリスト。2019年12月9日閲覧。AB、XRP レジャー。コンセンサスアルゴリズム。 2019年12月9日閲覧 AB XRP レジャー XRP サプライ2019年12月9日閲覧 XRP.co ウェブサイト2020年5月12日閲覧リップルネット2019年12月9日閲覧オンデマンドリクインディティ2019年12月9日閲覧 エイリスト・オブ・オール・フィアット・カレンシーズ・ペアード2、XRP ・ズルパー・ケード。2020年8月8日閲覧。ナスダック・リップル。2020年8月8日閲覧。XRP ・アメリカドル・ヤフー・ファイナンス。2020年8月8日閲覧。暗号資産交換業登録一覧。2020年8月11日閲覧。リップル・ヒット・ウィズ・クラス。 アクションスーツオーバーネバーエンディング1個ブルームバーグ .com https www. ブルームバーグ .com ニュースアーティクルズ2018年5月4日リップルヒットウィズクラスアクションスーツオーバーネバーエンディング1個2021年1月6日閲覧ありがとうございます